尾野松之助9月12日から1926年9月11日は日本の歌舞伎役者、映画俳優、映画監督。本名は中村鶴蔵。日本映画早々期に活躍した時代劇スターであり、日本初の映画スターと言われる。旅役者から巻きの肖像に認められて映画界に入り、五番中心源氏石杖でデビュー。 マキノとのコンビで、横田商会、日活の二社で千本以上の映画に出演、大きな目玉を向いて、見え起きる演技が評判を呼び、目玉の松ちゃんの愛称で大衆に親しまれた。立川文庫や講談でおなじみの英雄、豪傑、儀人、凶格のほとんどに憤しており、トリック撮影を駆使した、忍術映画では、年少ファンのアイドル的存在となった。後年には、 日活大将軍撮影所所長、日活取締役などを兼任して、重役スターとなり、後期幸夫の名で監督作も発表を。晩年は、社会福祉事業にも貢献した。1875年9月12日、岡山県岡山市西中島町70番地に、父、育三郎、母、花の三男一女の次男として生まれる。父は、 岡山池田藩の二十一票三人ぶちの下級武士だったが、明治維新後は遊郭地の西中島町で貸し座し企業を営んでいた。その影響で幼い頃から遊芸を親しむようになり、松之助は自伝で三元の響きを眠り歌と聞いて育ったと語っている。家の近くには朝日座という芝居小屋があり、そこに 上型歌舞伎の大建物、二代目、小野民蔵が一座を組織していたが、実家の商売が、商売だけに一座とこにだった縁で、民蔵に壊れ、五歳の時に、菅原伝授手習い館の監修最悪で、初舞台を踏む。この時にある人の終戦で、小野江多鈴目という名を付けられた。母はこの初舞台を非常に喜び、抱えの芸将棋に、三味線と踊りを教えに来ていた。 山村市に遊芸を仕込んでもらう。これがきっかけで9歳頃から子供芝居に出演するようになり、本町24校の横倉や大名山卯の山卯役を得意とした。この間に岡山関水小学校に入学、成績優秀で尋常科を卒業して、国清寺内にあった高等科へ進み、英語も習う。相変わらずの芝居好きだったが、 高等科3年を修了後、役者になることを心よく思わなかった父によって、市内上野町の五服屋に奉公させられる。しかし、どうしても役者になりたくて、父に頼んで、子供芝居に出演するとこれが好評で、芝居打ち上げの後に家出をし、神戸の知り合いを頼って、弁天座の朝を予く一座に加わる。知り合いの連絡で訪ねてきた父により一旦岡山へ帰るが、 諦めきれない松之助は父を何とか説得して、許され、一人前の立派なものになるまで、家の資金をまたぐなと言い渡される。その数日後に、青年芝居の一座に加わって、旅役者として、三院巡業の旅に出る。14歳の時である。1892年、松山巡業中に、小野鶴三郎と改名。 翌1893年11月24日に、父が死去。巡業先に貸し出し企業を辞めた母が松之助の弟と妹を連れて転がり込んでくる。年が明けて1894年、母と定米を連れて、広島から下関、北九州へと巡業を続けるが、同年夏に日清戦争が開戦すると芝居どころではなくなる。 一座を作るも、悪戦苦闘し、小倉の安宿では、宿賃も払えず、冬物を預けて四人とも気の幹のままの姿になり、身体極まったところを、旅先の豪農に拾われて、九死に一生を得たりする。やがて、下関の市川市くれない一座に入って、多少の給金を得るようになり、翌千八百九十五年正月には、博多、明治座で五代目、実川忠ただし若 嵐若立花一座に出演、その間に弟を大阪の知人の元へ方向にある。博多打ち上げ後、下関で徴兵検査を済ませ、それから間もなくの4月に、下関条約が結ばれるとともに、芝居の人気も取り戻し、大阪市西区松島に今日構えて、巡業を続けた。小野松之助自助伝によると、 1904年3月1日に3代目、市川荒五郎から名代昇進の免状をもらい、2代目、小野松之助を襲名したとされている。また小野松之助の名は、小野民造の孫である、小野和一の全名だとしており、襲名披露は、神戸の愛をい座で市川海老十郎らと一座して、行ったとしている。その他の多くの文献でも、松之助の襲名は、 この記述に基づいている。しかし、尾上松之助自助伝の記述には、誤りが多いことも指摘されている。講座日本映画一日本映画の誕生によると、松之助の襲名披露工業が、神戸で行われたという資料はないという。さらに初代松之助を名乗っていた、尾上和一は、民造の孫ではなく長男であり、和一は松之助を名乗ったことがなかった。 そもそも、尾上松之助という名は、1763年以来、しばしば記録に、名前が現れるため、この時が二代目襲名というわけでもなかった。当時の歌舞伎界では、襲名は、一流俳優がその血縁関係か、門人の中で力量があるものに、その名を継がせることはあっても、何のつながりを持たない旅回りの俳優に、襲名させるという例はなかった。そのため、 尾上鶴つるさぶろうが松之助を名乗った経緯は不明である。同年、大阪九条の繁栄座に出演中、母と舞台を見ていた、牧の正像に招かれ、彼の経営する千本座に出勤する。翌1905年1月1日に同座で、紅葉寺復讐美談、塩原たすけ、後日の加藤に出演、続けて1月15日に、敵打ち、天の橋立て、 道の区将風正岐壱団、2月1日に、2階笠谷牛実機に出演している。その後、大阪、八千代座の実家は延べ同一座に加わり、1906年1月より、天馬座に出勤。2月28日には、西陣、岩上座に出勤して、日午後曲げたに出演する。同年4月、舞鶴海軍病院で、 小病兵衛門の芝居をして院長から感情を受ける。1908年にも、舞鶴へ行き、舞鶴座へ出演の傍ら、5月27日の海軍記念日には、舞鶴港に、定白の三笠感情で、記念祝賀会の余興として、片桐勝本大将の一幕を演じ、三笠副長の秋山正幸から感謝状を送られる。1909年1月、 博多で興業中、牧野正造から千本座出勤の話ができ、7月14日を初日として銅座に出勤する。同時に千本座の座付き俳優として契約が成立し、座頭となる。嵐英二郎、片岡一太郎と一座していたが、9月30日に英二郎が去ると嵐立花学が加入する。この立花学は、 松之助の子供芝居時代の仲間で、後の松之助映画の脇役として活躍した。同年、横田商会の横田栄之助から活動写真を撮らないかという話が来て、牧野と相談の上、それは面白そうだと、訳もなしに話がまとまる。牧野は、この前年に、本能寺合戦など6本の活動写真を、横田の依頼で撮り、1本30円では、 儲けもないと、一旦制作を停止していた。そこへ松之助の起用が決まり、制作再開となった。松之助の主演第一作、五番中新玄寺石杖は、10月17日に千本沢の大長寺境内で撮影され、午前8時から午後5時までに、全2場を取り上げ、この夜に同じ芝居を舞台で演じた。続けて、 木村長と守る、石山軍機の二本を取り、校舎では、楠の木正しぐに噴した松之助が、倉の上で語文章を読み上げながら、敵の軍勢を睨みつけて、大きな目玉を、ぎょろりと向いてみせた。観客は、よう、目玉、目玉の松ちゃん、と掛け声をかけ、それ以来、目玉の松ちゃんの愛称で親しまれるようになった。こうして松之助は、牧野と共に、 横田商会の重要な一員となった。1912年9月、横田商会が、福報道、吉沢商店、エムパテー商会とトラスト合併して日活となると、松之助も、牧野と共に、日活関西撮影所へ移り、日活急劇の代表スターとして、人気を得る。講談でおなじみの英雄、豪傑、義人、強格を、片っ端から演じ尽くし、 大正期のベストセラーである、立川文庫のキャラクターも多く演じる。これまでに演じた役柄と演じた回数は、大石倉之助、水戸黄門、大久保彦左衛門、荒木又衛門、岩見茂太郎、桜総五郎、堀部康兵衛、三日月二郎吉、国定忠春、塚原牧伝、地雷屋、後藤又兵衛、清水二郎長、一心助、猿飛佐助、野牛十兵衛、 バンズインチョーベ兵となる。当時、松之助映画の風切り感は浅草だけでも富士館、千代田館、遊楽館と三館もあり、この三館に10日間代わりで、別々の新作を提供するため、毎月9本の作品を撮らなければならなかった。これは3日に1本の割合で作品を撮っていることになる。休む暇もなく、ハイペースで作品を取り上げていったため、 1914年の夏に、橋場の長吉を取った時には、直射日光を浴びて率倒し、1時間も正気に戻らかったという。1921年、文部省主催の活動写真展覧会で、難攻決別の実演を行い、殺傷急殿下の大乱を賜う。この様子を映した映像は3 5ト、mm、ルフィルムで幻想にし、 2010年に重要文化財に指定された。写真は、その記録映像の一場面で、手前右が松之助、奥左が、実川猿一郎である。やがて、松之助と牧野との関係が悪化して、1920年に、牧野は、市川姉倉を迎え入れて、松之助に対抗、松之助映画を第一部、姉倉映画を第二部とする二部制作制にして、自身は、 姉倉映画の制作に専念したが、翌1921年に姉倉が休止すると、牧野は日活を去り独立する。同年に松之助は、牧野の後任として、日活大将軍撮影所長に就任し、1923年には、取締役に就く。松之助映画は、歌舞伎、講談の英雄豪傑を舞台そのままに演じ、殺人は歌舞伎を踏襲したり、 女役は、小山が演じるなど、古風な制作を行っていたが、女優を起用したリアルな盾による、革新的な時代劇映画に押され始め、人気も、下り坂となっていた。1924年、池田富安監督の、私森と武士では、松之助映画で、初めて女優を登用し、後に、大衆小説の映画化にも乗り出している。1925年、 主演千本記念大作として制作した荒木又絵門では従来の歌舞伎町の立ち回りを脱しリアルな盾を演じて大ヒットした。晩年は学校や福祉事業に巨額の寄付を投じ京都府へ1万3500円を寄付してその資金で出世長屋と呼ばれる不営住宅を建設した。他京都市へ1万円京都府小学資金へ1万円 会員級再開に5000円、赤十字社へ3000円、二章プール建設費5000円、その他合わせて約5万円の寄付を行った。1924年、これらの功績で乱受報賞と赤十字由交渉を受賞する。1926年、池田富康監督、京骨三和樹の彦根ロケ中に倒れ、9月11日に、堀川、 丸田町上がるの自宅で心臓病のため死去。50歳没。葬儀は日活車葬として9月16日に行われ、棺は自宅から千本座の前を通って、葬儀会場の大将軍撮影所へ運び出された。京都府知事をはじめ5万人が参列し、葬列の沿道で見送る市民は20万人にも及び、 大群衆のため路面電車も立ち往生した。将校には、坂東つまさぶろや絹笠定之助、伊藤大輔らの姿もあった。伊藤によると、日活の幹部クラスは皆揃いの神下を着て、まるで時代祭を思わせたという。この葬儀の記録映像は現存しており、上映用プリントは、東京国立近代美術館、フィルムセンターが所蔵している。墓所は、 当事院にある。1966年、老朽化した出世長屋を府が処分市民館に払い下げ、その財源で建て直したが、取り潰しで松之助の功績が消滅するのを惜しんだ。当時の荷川虎像知事が、上京区の鴨川公園にその余罪で松之助の、胸像を建立した。除幕式は2月の吹雪の中で行われた。 素顔の尾上江松之助松之助は真面目で貴重面な人であったが、金銭に細かく、ケチ松のあだ名があり、出すものは何でも嫌がり、舌を出すのもケチる男だと陰口を叩かれたりもした。普段の生活も質素で、朝8時に人力車で撮影所に出勤、夕方5時には帰宅する規則正しい生活を送り、たまに仕事が早く終わると弟子と将棋を指すのが楽しみだった。 タバコは吸わず、お酒も少々。寡黙で不遂な人だった。牧野正広も、とにかく真面目な人で、他の役者と違って、爆打も打たなければ酒も飲まなかったと、自伝で語っている。牧野正造が松之助を起用した、当時の映画は、歌舞伎の場面を何場面か省略してそのまま撮るもので、あり、大写しの手法は、まだなく、 画面そのものに変化がなかったために役者が目立たなければ、どうにもならなかった。その点、松之助は、背は低いがトンボを切るのがうまく、ケレンの大きな映画に映すと映える役者だった。目を、ぎょろりと向いて、目玉の松っちゃんと呼ばれるようになったのもそうした中での、工夫だった。牧野正弘によると松之助は立ち回りをやっても、姿勢が良く、 非常にちゃんとした姿勢で、歌舞伎の立ち回りをしていた。また人間としても、実にいい人だったという。当時の役者は、お山などでも入れ墨を入れたり、素肌を見せられないような人が多かったが、その中では、非常に立派な人で、当時子役だった、正広も、松之助の子役なら、出よう、なんて思ったと語っている。例えば、 荒木又えも門を演じるとなると、その日は朝起きると又えも門になりきっていて、よく、今日は、荒木又えも門やな、松之助半、すっかり荒股みたいな顔して目玉向いてはるわーと、周囲が噂を飛ばす始末だった。背が低く顔が大きいという、当時としては、典型的な役者顔だった。活動写真ではあまり大男だと、フレームからはみ出し、狭いステージでは、 撮影困難となってしまう。背が低ければそれだけキャメラが前に出られ、顔が大きくて立派であればそれだけでようになるということで、こういった役者が当時はもてはやされたのである。日活では、毎年、中心蔵の撮影で天竜寺の雪に覆われた境内を、打ち入り場面に使ったが、役者の集まりを良くするために、到着順に、 自分の好きな衣装を着ても良いと検証をかけた。騎士の衣装は襟に名前が書いてあるので、役のいいものから取られていったが、幹部俳優も下っ端にいい役を持っていかれてなるものかと抜けがけを争った。だが、大石倉之助だけは松之助に決まっていたので、衣装法が冗談に、これどうやと差し出しても、それ着たら首になりますわと言ったといい、この習慣は、 大正末まで続いた。松之助に次いで、牧野で売れたチャンバラスターに、市川桃之助がいるが、牧野正広によると、桃之助というのは、松之助に似てるから役者になれたのだという。桃之助は松之助に似て、鼻の下が長く、目も大きかったのだという。松之助は年に一度だけ一行で上京し、浅草富士館の舞台でご機嫌伺いをしたが、その度に、 近隣から客が殺到して大騒ぎになった。城内には子供の姿が目立った。子供たちのアイドルだった松之助は腕で牧汁を擦る人ばかりに見てもらう芸人で終わったと評された。松之助には公然の愛人がおり、日活の重役を務めた頃に源の八千代と名乗らせ相手役をさせたが、看守から反対を受け、間もなく邸宅と金品を与えて手を切った。 芸者登りの彼女は、松之助の死後においても、写死かつ宝刀な生活を続けた挙句、最終的に邸宅も仏壇も売り払い、姿を消した。ところが、後年、松之助の作った出世長屋に、孤独死した老女がおり、これが、その源の八千代だった。牧野正弘はほとんどに、子役で共演していて、まさぼん、まさぼん、と言って、可愛がってくれたという。 松之助は、正広が小学校3年生の時に、正広を連れて、北野の武徳殿という剣道場に通い、六級の、下から二人で剣道の指南を受け、松之助は二段、正広は初段まで取っている。正広のセリフ覚えが悪い時は、父親の肖像が、いろはにほへとでやれと指示を出し、正広が、いろはにほへと、というと松之助が、パッと動いて、すかさず、 尻ぬる若と返し、よたれそつねならむと答えると、ういの奥山けふ、とかぶせるといった具合に、松之助がつないでくれた。カメラが回ってしまうと、松之助は、非常にうまくリードしてくれたという。日活二部体制の時は、松之助が第一部の主役を張ったが、まさを第二部の子役に取られてしまい、自分の息子を第一部の子役に起用している。明治から、 対象初期の映画の現場は、照明がなく、フィルムチェンジの際は、チェンジ、待った。と声をかけ、フィルム交換が済むまで役者はみんなそのまま動作を止めて、待っていた。この、待ったの間に小便に立った役者がおり、これに気づかず撮影を再開したところ、完成フィルムで突然役者が起演せることとなり、これが、牧野正像監督得意の忍術トリック映画の、 始まりとなったというのが、牧野肖像の語った話である。当時の、忍術映画の上映風景といえば、松之助のジライヤが印を結んで、大釜ガエルに化け、取り方を飲み込み、元の姿に戻って、オロチマルと、立ち回りというような場面では、ズームレンズなどない時代であり、カメラが寄ってくるまで松之助は姿勢を止めて、じっと待っていて、観客も同じくじっと待っている。 というような非常にのどかなものだった。しかしこの忍術映画は大正期の少年たちの魂を捉えて話さなかったのである。当時、この松之助の忍術映画が社会問題となったことがあった。目玉の松ちゃんの映画に影響されて上野の駅で走ってくる汽車の前に子供が立って印を結ぶという事件が起こったのである。汽車が止まると子供は 自分の忍術で止まったのだと思い込んだという。忍術映画は世を惑わすものであるなどと言われた、牧野正造監督は仕方なく訓戒的な教育映画を連作するようになった。南部京一郎は松之助について次のように語っている。松之助の出演した千本を超える作品のうち、現存するのはわずか数本しかない。そのうち、ヤジ。 北吉光寺参リーの巻、渋川ハンゴロは、ほぼ完全な状態で残っており、豪傑、ジライ荒木又右衛門、中山安兵衛、実録、中心グラの巻、地の巻、人の巻は、括弧内の上映文の断片が現存している。京都市のおもちゃ映画ミュージアムでは3本の玩具フィルムを、所蔵している。2015年9月には、おもちゃ映画ミュージアムで上記の、 実録中心蔵のパテベビー版が全4巻合わせて約66分のフィルムで発見された。このフィルムは10月に行われる京都国際映画祭で上映された。その後デジタルリマスター版が作成されており2016年に東京国際映画祭で上映された。1910年頃に横田商会で制作された松之助の中心蔵映画は 国立映画アーカイブが、中心蔵、松田映画社が、実録中心蔵の台で所蔵しているが、いずれも後の中心蔵映画のカットが含まれ、戦後に、弁士の説明と老曲の講演を挿入した、活弁当キー版である。また、国立映画アーカイブは、無性映画保存会から寄贈された、可燃性染色ポジフィルムも所蔵しており、その複製映像は、同施設が運営する。 映像で見る明治の日本内で見ることができる。2018年には、国立映画アーカイブが、平成30年度美術館、歴史博物館重点分野推進支援事業の一環として、この3本のフィルムを素材として、中心蔵を作成し、同年12月14日に、その特別上映会が、長瀬記念ホールで行われた。メディアを再生する豪傑、ジュライア、 ありがとうございます。